とにかく後継ぐつもりでおったから真面目で一生懸命やりました、だから冬もね、夏もなかったですね、ほとんど。だからハーベストタイムはね、僕よく言いますけど3ヶ月あったんですよ。トメイトとキャンタロップだのね、ああいうスコアシだの入って、で一晩ね、だいたい3時間から1日4時間ぐらいなんか寝なかった時はずっとですよ、 3ヶ月ぐらい。というのはお客所さんっていうのは出荷しない時でも用意があるんですね、いっぱい。その次のですから夜などはことにその植木ではですね、レーバーボーイをピックアップしてきて朝早く、そして連れてっておいて、今度全部やってから今度レーバーボーイキャンプに戻すでしょ。で戻ってきたら次の日は用意しなきゃいけないんですよ。お水の用意したりいろんな、そうするとそんな時間で早く、おやよし早く寝ろって言うんですよ、おじさんが。だけどもう寝る時も11時はそこから過ぎます。で次の日の朝は今度もっとほら肺が起きなきゃいけないでしょ。もちろん飯食わんかったら働けないから飯食う時間もあるしね。そうするとやっぱり寝る暇ってあんまりないんですよ。だからおじさんがね、僕自慢するんじゃなくて言いましたね、お前はよく働くなって、お前のように働くのは見たことないって。